また取材空振りか。うん、気落ちしてる場合じゃない。次よ次。 Excuse me? How to get to 新宿？え？あ、新宿どこですか？え、あ、ここですけど、新宿のどこに行きたいんです？ I'm looking for the building that they have a big monster on the top. もしあなた時間ありましたら、Could you take me to the monster building? お願いします。あ、日本語喋れるんですね。はい、a little bit. え、一緒に？うん、ダメですか？あなたとてもいい人に見える。あ、仕事もあったし、いいですけど、OK。ああ、Nice of you! You are so kind! キュッ！喜んでくれてるのはわかる。でも、英語苦手なんだよ。私のは受験英語だし。ダメダメ。言葉がわかんないからって、困ってる人をほっとくなんてできない。地図も持ってるみたいだし、こういう時こそフィーリングよ。頑張れ、カズミ。ここに行きたいのよね。モンスターがトップオブザビルディングにいると聞きました。じゃあ、歌舞伎町ね。ここからだと、あっちだわ。行きましょう。本当に、ありがとうございます、ルー。あなたは観光客なんですか？サイトシーイン、ジャパン。おう、失礼しました。私は、ユリアと申し上げます。国の指令を受けて、プリン共和国から来ました。I'm Kazumi 様。ユリアさんはプリン人なの？はい、国籍では。でも、プリン共和国は悪い人たちにインベイルされて、悲しい思いしてます。そうなんだ。大変ね。はい。カズミは他の国へ行くことありますか？仕事で行きたいんですけどね。私はまだまだ。お仕事何？小さな雑誌社の記者です。Oh, you are a journalist. Fantastic. 新人なのでまだまだ。カズミ、どんなお仕事も初めの一歩からです。こんなに人に優しいカズミ、きっと立派な。ジャーナリストになれるね。Thank you! You are welcome! ユリアさんは不思議な魅力のある女性だった。どこか上品というか気品があるというか。英語がもっと話せたら、彼女の言ってることをちゃんと理解できるのにな。Let me see. モンスターはどこかなです。この辺りなんですけどね。地図にない新しいビルたくさんね。この地図最近のじゃないんですか？ No. 20 years ago, my mom gave it to me. じゃあ、この店はなくなってるかも。Oh, that's too bad. But, 新宿来れただけでよかったです。ありがとうございます。ユリアさんは微笑んでいたけれど、少し寂しそうだった。ここにあった店には、一体どんなストーリーがあったんだろう。いや、ユリアさん自身がミステリアスで、私は彼女のことをもっと知りたくなっていた。私のジャーナリスト魂がもたげてきた。カズミ、時間大丈夫ですか？お仕事を。これも仕事です。What's that?こうしていろんな方のお話を聞くのも私の仕事の一つですから。ああ、よかったね。おう、カズミ。もし時間あるなら、ちょっと一杯付き合ってくれませんか？粋な言葉知ってるのね。いいわ。おしゃれなカウンターバーをご案内しますよ。おう、No. 私は日本のディスコに行ってみたいです。ディスコね。オッケー。任せておいて。こんにちは。私は生ビール。私はジャパニーズサッキー。二人の出会いに乾杯。あー、美味しい。日本は戦争がなくてピースフォー。
And people are good. いい国ですね。本当にそうでしょうか？ん？違いますか？みんな、どこかでずっと不安を抱えている。先の見えない何か得体の知れない不安を。私たち記者は、そんなみんなの代わりに文字で異議を唱えるんだって、先輩が言っていました。日本のテクノロジー、beautiful architectures。でも、見た目だけではわからないよ。でも、問題は同じ。All over the world. 問題のない国なんてありませんよね。Yeah, but それを overcome して人間強くなります。ユリアさんの方がよっぽど記者っぽい。そんなことないんですよ。豚もおだてりゃ気にのぼる。日本の古いことわざ、私勉強しました。どっかで聞いたことのあることわざ。妙に懐かしいのはなぜかしら。いいわ、ユリアさん。さあ、飲みましょう。へい、じゃんじゃん飲みましょう。テキーラストレート。オー、ウォッカー。バーボン。オー、ダブロック。じゃんじゃん持ってこーい。へい。で、ユリアさんは仕事何してるんですか？ My job? My job is...Believe or not. 信じますよ。ユリアの言うことなら何でも。私はもともとプリン共和国の王女として生まれました。嘘、すごい。でもね、プリンセステストにフェイルしちゃいました。でもね、それからプリン共和国はクーデターがあって destroyed、 もうないんです。そうなんですか。なんか悲しいですね。自分の生まれた国がなくなっちゃうなんて。sad。 すごく悲しいです。ユリアさん、悲しい時は歌いましょう。天ぷらの歌。ほら、外国でも有名でしょ、この天ぷらの歌。いや、天ぷらじゃなくって。まあいいじゃない、小さなことは。はいはい。さあ、今夜は飲むよ。飲むぞ、歌うぞ。飲みましょう、飲みましょう、もう一杯。で、ユリアさんは好きな人いるの？王子様。Of course. His name is George. Oh, very good. 私の好きな人はね。死んじゃった。いいやつだったの。好きだったのよ。かわいそう。クズミ、飲みましょう。飲んで忘れるんです。はあ、酔っ払っちゃった。クズミ、そういう時はひとまずミルクにすれば。やだ、ガキンチョじゃあるまいし。うん、じゃあ踊りましょうか。 I love dancing. Me too. Yay! あー、気持ちよかった。あー、疲れた。プリンセス、 Time to go. お迎えに上がりました。え？もう？カズミ、I have to go. お迎え来ました。カズミ、Thank you for giving me the great memory. I never forget you and today's everything. ごきげんよう。さようなら。
局知らん元王女に振り回されて私の一日が終わってしまった。でも必ずこの人のミステリーを解き明かしてみせるわ。その前に英語を勉強しよう。